秋田六郡三十三観音霊場第十四番、札所秋田県仙北郡三里町六号の東高山本学寺、秋田六郡三十三観音霊場とは、秋田県の旧久保田藩に所在する三十三箇所の観音霊場。秋田六郡三十三観音霊場は、長久年間に横手長者森の満徳長者、浦部康政が出家して、康政坊と称し、 最国十三所巡礼を行い、大仏市上町に観音像三十三体を作らせ、故郷に戻って、現在の秋田県地方の社寺に奉納して、霊状を定めたものの、長い間に忘却され、荒廃してしまったとして、京方年間に鈴木貞行と加藤正貞の二名が戸籍を訪ねて巡礼し、和歌も添えた巡礼記を残したことから、一般にも広まった巡礼書である。 北家行においては、観世音菩薩は33の姿に変化するとも、記されることから33という数が格別な意味を持つ数字と考えられたと言われ、東北地方にあっても、近世にあっては諸改道や、周運の整備が進み、津軽33三の音霊場、欧州33三の音霊場、西条33三の音霊場、新立ち33巻の音霊場、 朝サカ33観音霊場などが開かれ、各地で信仰トレジャーを兼ねた33カ所巡りが、盛んとなった。1987年には、教皇年間に定められた、秋田六軍33観音霊場をもとに、秋田伊佐を信仰者が、秋田33観音霊場を選定した。すでに、観音像が紛失している寺院や、廃物希釈運動で神社になった寺院などを削除し、 秋田六郡以外から新たに秋田県に編入された百合本城市や和ズ市の寺院を追加したものである。ありがとうございます。